皆さんこんばんは、脇毛をライターで燃やして処理する男デンジーです。こんばんは、今日はですねまた2番3番煎じになるんですけども、こう豆を入れながらちょっと食べてみたいと思います。何かをやりながらの方がなんか喋りやすいようなこともあって、まあ、つまらない話ですけども、また聞いてください。まず入れてですね、まあ実はねこの豆すぐになくなってるんですけどね、毎回毎回ダビレトーク入れるわけいかないんで適当にやってるんですけども、今日はですねもうやっと連休が終わって、例の交通事故やっぱり起こりましたね。まあかわいそうな子供たちも犠牲になったりしてますけども、まあ今日はあの新聞が休みだったんであまり大きく報道されていないみたいなんですけども、青信号で軽自動車で奥さんと子供も乗せて、で旦那が酒を飲んで赤信号で突っ込んで、で左の方から青信号で入ってきたその乗用車にまともにぶつかって、入ってきた青信号の車がひっくり返って死人は出なかったんだけども、まあ大変な事故になったりしてました。まあ明日ぐらい詳しい情報入ると思うんですけども、まあそういう事故とか、あれは女性だったかな、交差点に入る前に横断歩道で人をはねてまたそのまま走ってというようなことで事故を起こしたりしてました。まあそんなこんなでね、やっぱりゴールデンウィーク、まあ、いろんなこともあったんですけども、その前に、まあ、この間自動車事故では最近池袋の大事故だとかですね、それから神戸の市バスの事故とかで、まあ、大変犠牲が出たような大きなことが問題になって、だんだんその高齢者の、免許返納のね、免許証を返納するというような動きになっているようです。まあ、自動車教習所でも高齢者講習の時には、まあ、教官がね、もうそろそろ、まあ、危ない人は自分で申し出てください的なことを言うんですけどもね、あまり積極的には言わないんです。それはね、まあ、法律に決められたわけでもないんで、できるだけ自分で判断してやってくださいよということなんでしょうけども、まあなかなか今まで、何もなってやってきた人、まあ特に老人は老人でですね、まあ足腰が弱くなってくると、まあ、余計その歩くのが大変だから車が必要になってくるわけですね。そんなんで逆の動きをしようとしてるから、なかなか自分から返納するというような気になれないというのが実情なんでしょうけども、実はこの問題は日本だけではなくてね、まあ、今日も新聞なんかの報道によると、イギリスなんかでもこの交通戦争というかこの問題は出てるみたいですね。高齢者のその運転についてはいろいろ論争があるようで、なんでもですね、イギリスなんかでは日本と同じ王国ですけども、あれは2月だったかな、なんかイギリスのフィリップ殿下がなんか事故を起こして、あの殿下は97歳だったんですかな。で、事故を起こして、2人ほど、まあ、怪我をさせて、その後もですね、まあ、シートベルトをしてないとか、なんかその違反などもやってたらしくて、ついに免許証を返納したというようなことがありました。で、その殿下が返納したのをきっかけとしてですね、イギリスの王国の、まあ、周囲の人からエリザベス女王も今回自主返納っていうか運転をやめるというようなことになったようです。で、実はね、驚いたのは、まあ、皆さんご存知だったかどうか知りませんけども、英国ではそのエリザベス女王だけがただ一人唯一ですね、免許証なしでも運転できるということになってたみたいだな。それはねどういうことかなと思うんだけども、広い皇室のことだから、その皇室の敷地の中でのことなのか、ちょっとはっきりはわからないけども、まあ、どうもそうでもないような記事があってですね、
今回のその自主返納というか、運転をやめたっていうようなきっかけになったのは、まあ周囲から言われたいうことなんだけども、非常にその、まあ運転が荒いっていうとわからないけど、まあスピードが好きだったんでしょうね、ジョーさんね。で、いつだったかな、あれは、まあ20年ぐらい前の話なんだそうだけども、サウジアラビアのアブダビ前国王かな、それがなんかスコットランドの城を訪れた時に、エリザベス女王の車に乗った時にね、大変その女王がスピードを出して狼狽したというような、ことを話してるようなんだけども、まあ車は好きだったんでしょうね。で、まあ長い間のことだから、まあ、いろんなことがあったと思うんだけど、まあ事故のあったというような記録もちょっとわからないんだけどね。まあとにかくもう車はやめるいうことをしたそうですよ。で、イギリスもね、なんか90歳以上の人が何人って言ったかな、なんか11万人か12万人ぐらいまだいて、その英国の自動車協会なんかではね、こんなこと言ってるみたいですよ。その事故を起こすっていうのは、まあ高齢者もそうなんだけども、どちらかというとね、若い人とは言わないけども、免許を取り立ての人の方が事故を起こすというようなことで、とにかく、事故が多いから年齢制限で免許を取り上げるとかね、いうようなことではなくて、なんかその医者に判断基準を設けてね、で、医師のそういう指導によって、免許をやめるようにした方がいいというようなことを言ってるみたいですけどもね。まあ日本もどうなるかな。私この間この件でちょっと話したと思うんですけども、まあ何らかの基準を設けると。ただ単にその事故を少なくするということであればね、まあいくつかまあ方法あるかもわからないけども、わかりやすいのはやっぱり年齢制限ですよ。で、そうしないと人によっても違うしね。年齢制限をして、これはまあ実用的ではないけども、事故を減らすという目的だけのためであれば、まあ、高齢者のそのテストを厳しくするとかね、その中でオートマチックをやめて車にするとかね、いうようなことをしたらもう随分減ると思いますよ。まあ日本がどういうふうにこれからなっていくのかわからないけども、今、まあ検討してると思いますけどもね、まあこれだけその事故が増えてくると、まあ何かこの規制が必要でしょうね。ところでね、私のうちもね、今乗ってる車も、この夏にね、8月に、まあ車検が来るんで、もったいないんですけどもね、私の家内も乗ってるんですよ。もう買い物とかなんとかね。で、今住んでるところが、駅からも離れてて、ちょっと上の方にあるもんだから、まあ私の足だとね、下りはまあ15、6分で行けるんだけども、帰りの時なんかは、駅から帰るのに歩いたらね、もう25分からね、30分ぐらいかかるんですよ。ゆっくり歩くからね。だからそこへね、車がなくなったら困るんだけども、この車検で車をやめようということに一応なってしまいました。まあこれもきっかけはね、池袋の事故と神戸の市バスの事故だね。まあそういうきっかけがないとなかなかまあできないと思うし、まあ、うちの子供や孫もね、うるさいんでね、私も考えようかなと思ってます。まあその後どうするか考えるとね、ちょっと迷いはあるんだけども、まあ事故を起こしてしまってからじゃ遅いからね。ちょっと意に反することになるかわかんないけども、これも時代の流れっていうかね、そういうことかなと思ってます。皆さん、どういうふうにお考えでしょうか。もう少しね、言いましょう。そうそう、話はそれるけど、今日はイギリス王国の話したけども、イギリスの次男のヘンリー王子かな。ヘンリー王子の男の子が、メーガン妃に
できたということで話題になりましたね。まだ名前も決まってみたいだじゃない、決まってないみたいだけども、まあ明日ぐらいまたいろいろ報道されると思うんだけども、まあ長男のヘンリー王子とキャサリン王妃の、いやキャサリン妃ね、王妃じゃなくてキャサリン妃の、と違ってちょっとヘンリー王子の方はメーガン妃の、気持ちが強いのかな。なんか今までの英国のその王室のしきたりとは違うことをやりたいというようなそういう革新的というかな斬新な考え方でいるようで、またいろいろと話題を呼ぶんじゃないかな。まああまり関係ない話だけども英国のその免許返納の話と一緒にちょっと話題のあったことをお話したいしたところです。うまく喋んないけども、まあ豆も焼きたようなんで、この辺で置きます。ご清聴ありがとうございました。やっとこやっとこ繰り出した、おもちゃの街でロッタッタ。人魚の兵隊勢ぞろい、馬もワンワンもラッタッタ。